おい、なんだよこの髪型、五右衛門じゃん。あっちの、頑張れ五右衛門、なんだっけ、五右衛門のあのゲームの方の五右衛門みたいな髪型になってる。あー、おもれーね。動画の処理が終わんねー。一応、更新しとこうかな。あー、終わんない。処理多分終わんねー。あー、超ネミー。超ネミーな。超いや、ちょっと高い声出そうかなと思ったけどやめた。疲れた。なんでこんな眠いんだ。力が入らない。あ、ジュース尽きた。俺のエネルギー源のジュース。疲れた。いいや。いや、ガチでちょっと疲労がなんで。いや、今日起きたばっかなのに。あ、まだ起きてないんだ、体が。じゃあまあ、今日俺が体が起きる時間は多分8時だ。あと何時間だ。1、2時間 ?3 時間わかんない。わかんない。でもあと1、2時間だな。あと1、2時間で体や脳みそが完全に起きる。脳みそが完全に起きるとどういうことが起こんのっていう話。まあ、その、喋りやすくなるよね。多分喋ってるのには脳みそ使ってると思うから、俺はなんか使ってる実感っていうのは全然ないんだけど、あの、それが強がりとかじゃなくて、脳みそを使う感覚ってなんだよって今思ってね。昔は脳みそを使う感覚があったんだよ。だから脳みそ使ってないのかもしれない。それか、脳みそ使う実感ってわかんなくね。あ、今脳みそ使ってるよーみたいな感覚がないじゃん、別に。多分病気かもな。なんか、悪く言えばなんか白いもやがかかってるみたいな。そう言うとなんか精神病じゃないけど、なんか多分脳の病気にはなるんだろうけどさ。疲れた。もう俺はすごく疲れてるよ。イケてるサンブルーピカピカジュース。こんな髪型でね、まあ別に今風呂上がって、今日はね髪をシャンプーで洗う。今日は体洗ったふりした。今日は意外に体洗った。鼻とか結構綺麗になったけど、油がテカってるからね。化粧水だの、なんだ乳液だの、保湿ジェルだのやらなあかんのでしょうけど、私はそんなもんねやりますよ。全然やります。ダルビッシュっていいね。ダルビッシュ。でもダルビッシュっていうか、よ、だってさ、タルビッシュ、ダルビッシュ、ダルビッシュっていいね。なんかタルビッシュだよ、ビッシュだよ、タルビッシュだよ。なんか物の形としてっていうか、なんか当て字じゃないじゃん。ダルビッシュ、タルニビッシュじゃん。すごっ。なのにダルビッシュ。最高ですね。ちゃんとダルビッシュっていうなんか語感がいいから。語感もいいのになんか文字としてもなんか文句言えない。一見文句言えそうだけど。疲れた。疲れたってネガティブなのかもしれないけど、いや疲れたは疲れたじゃん、別に。まあ、ネガティブっちゃネガティブですけど、まあ僕はみんなとね、なんか旅行とか来てはもうすぐみんなでとかなんかね、散歩とかなんかしてね、旅行行ってね、あもう疲れた疲れたってずっと言ってるわけじゃないんだから、行ったっていいでしょ別に。体質としてなんか疲れやすくなってる、どんどん。マジピカピカジュース。あーもうちょっと舌をちょろっと見せたけど、こいつの舌汚いなってバレちゃう。ジュースがなくなってきてる。マジピカピカジュース。イケてるサンバピカピカジュース。鼻かゆいよ。風呂入ったら気分いいけど、ちょっと坊主にするかもな。前髪がさ、テレンチョってなっちゃうから気持ち悪い。
イケてるサンバーピカピカジュース。前髪あったんだ俺、うぜえ前髪。俺ハゲてない？俺ハゲてるよね、こんな。腹の方で。天神橋ラー、天神橋ラーに、なんだっけ、天神橋ラーニブラ、ん、天神、ん、でん、なんか山にもブラ、町にもブラ、下がら下がる気なし、山にもブラ、下がる気なし。おお、お尻がかゆいでございます。ああ、疲れた疲れた疲れたよ。雑談でけへん、雑談でけへん、でけへん、でけへん、でけへん。あー、雑談したかったのにな。まあいっか、今日は許しといたるわ。あっちの話だよな、みんな見てるもん、見てる人たちが言うセリフでね。まあ、はじまきゅうしらが疲れたって言って、まあ雑談する気ないらしいけど、やめらしいけど、あー、今日は許しといたるわっていうのはみんなのセリフだからね。で、みんな別に許してくれなさそうだし、みんなはね、あんま寛容性がないっていうか、寛容じゃないから。なんで寛容性って、寛容性胃腸炎、寛容性だっけ。相対性胃腸炎ということでね、俺は寝るというよりは体が疲れてるから、ちょっとね、今日が起きたのがまあ、3時半、朝の3時半なんで、まあ8時くらいになったらね、脳がまた、ああ、火が出た、起き始めるけど、ブリー電信橋ネミスーパーマリオ、マリエメ、マリオメーカー、コース作りの処理が終わんない。じゃあねー。